フラーキョールはアイルランド音楽のコンクール CCE によって運営されている優勝者はオールアイルランドチャンピオンシップの称号を得るコンクール本戦には出場審査のための様々なステージが設けられているアイルランド島内では県や地方のコンクールがフラーにつながるグレートブリテンではフラーへの出場資格を得るためのステージが地方本部ごとに設けられている 北米にはフラー協ル出場審査のために2つの地方本部が存在する。中部大西洋岸フラーはアメリカ東海岸、カナダの東部及び沿海州を対象とする。アメリカ中西部フラーの範囲は北米のその他の地域、クリーブランド、シカゴ、セントルイス、アトランタ、デトロイトからサンフランシスコである。フラ事前審査の対象外の地域から出場するには、 録音を送付して審査を受ける場合がある。コンクールは年齢ごとに分けられており、12歳以下、12から15歳、15、18歳、18歳以上の4つのカテゴリーが存在する。最初のアイルランド伝統音楽の全国規模のフェスティバルは1951年にマリンガーで開催された。1951年9月に開かれた最初の会議で、 CCE はこのフェスティバルが全国的な伝統音楽イベントになることを目指してフラー・キョールという名を命名した。フラーはこれまでアイルランド島内の様々な土地で開催されてきている。年々出演志望者の数が膨らんでいったことに伴って県や地方の単位で適切なステージが整えられている。さらにフラーヌア・ヌはフラドナ・ブレタンと グレートブリテン等内地域本部ごとのフラー、アメリカでの2つの主要なフラーは、どれも CCE の毎年恒例の行事になっている。始まった当初より、フラー協力の目的はコンクールを通じてアイルランド伝統音楽の標準を設けることにあった。フラーは主にコンクールとして発展したが、多くのコンサート、ケーリー、パレード、そしてセッションも同時に開かれている。 50年近く経過した今日、フラーは、おのののレベルで伝統を受け継ぐ、何千もの音楽家、歌手、ダンサーへ舞台と出会いの場を提供している。2万前後の出演者が、毎年フラーで競い合っている。最大のフラーは2013年デリーであり、43万人が楽しんだ。CCE の2005年の公式ルールでは、以下の通り、なお、 コンクールのルールは年々変更されている。最新のルールは CCE のウェブサイトのプレスルームから入手できる。CCE には英語とケール語版の2つの規約がある。フラー・キョールの開催を希望する町や都市は数種類の申請書類をアード・コメルル・アン・チャモール・テイスへ提出する。アード・コメルルは申請された町とその立地条件を精査する。その後、 前回のフラーの数週間後、通常は9月に最終決定が行われる。一度、フラー恐竜のホストに選ばれた町は2年続けてホストの役割を引き受ける。しかしながら、CCE はどんなフラーの成功した町についても2年目の開催に対する拒否権を有する。例えばその町の開催1年目に土地の貧弱さや組織的な問題などが明らかになった場合が、 そのようになりうる。北、アイルランドでは2013年にデリーで初めてフラーが開催された。なお、デリーでフラーが開催された大きな理由の一つにイギリス文化都市2013に選ばれていたことが挙げられる。ありがとうございます。